海と山に抱かれた南三陸町。深い山の緑に降り注いだ雨はやがて滋養豊かな水となって志津川湾に注ぎます。山は実り豊かな里と海を育み、人々に恵みをもたらします。南三陸町の人々は自然の営みに寄り添いながら代々暮らしてきました。集落のみんなで豊作と豊漁、穏やかな日々を祈り、四季折々の彩りを祝福してきました。公立志津川病院は9つの診療科と一般病床76床、療養病床50床を有し、南三陸地域の人々の健康を守る中核病院として約60年間親しまれてきました。志津川地区の中心街を貫く国道45号線沿いに立地する5階建てのひときわ背の高い町のランドマークでした。自然は時に牙を剥きます。南三陸町は幾度となく津波の災禍に見舞われてきました。特に1960年5月24日南三陸町はチリ地震による津波で甚大な被害を受けました。志津川地区で津波の高さは 2.8 メートルに達したことから、その教訓をもとに公立志津川病院では病室を3階より上に設置していました。堅牢な鉄筋コンクリート構造の病院の屋上は地域住民の津波避難所にも指定されていました。しかしあの日、大自然は人知をはるかに超える猛威を私たちに見せつけたのです。高さ16メートルを超える大津波が南三陸町志津川地区を襲いました。津波は容赦なく町の何もかもを飲み込みました。そしてかけがえのない多くの命が奪われました。自宅、仕事場、公共施設を同時に失うという未曾有の惨事でした。志津川病院は4階まで津波に襲われました。屋上に避難しきれなかった入院患者109人のうち63人と看護師などの医療スタッフ4人が津波の犠牲になりました。また津波を免れた約150人のうち患者7人が低体温症や低酸素症で亡くなったのです。被災翌日から始まったヘリコプターによる救出活動は日昼夜にわたり続けられました。その間、病院のスタッフは力を合わせ患者の命を守り続けたのです。水も食料もない中、南三陸町民は力を合わせて命をつなぎました。やがて南三陸町にさまざまな支援が日本全国、世界から寄せられました。3月29日、海外の医療団として初めて被災地に入ったイスラエル軍の災害派遣医療チームが来庁し、ベイサイドアリーナの駐車場に設置したプレハブで約50人のスタッフが医療活動を開始しました。4月10日に医療チームが撤退の際、イスラエル軍から医療機器が無償供与されました。4月15日からその後を受け、志津川病院のスタッフや東北大学病院国境なき医師団の医師らがこの場所で公立志津川病院仮設診療所を開設し、外来診療を開始することができたのです。その後、6月1日には登米市米山町の
登米市立米山診療所の一部に入院病床39床の公立静川病院を開設しました。また2012年4月1日、日本赤十字社の支援により新たな仮設建物の中に外来診療機能を移設し、仮設公立南三陸診療所が開設されました。東日本大震災の被害にさまざまな国が手を差し伸べてくれました。その中でも中華民国、台湾は国民的な募金活動を展開してくれました。南三陸町は中華民国広州事会に対して南三陸町の新たな病院建設計画をプレゼンテーションし、支援を求めました。病院と保健福祉課、保健センター、地域包括支援センター機能などを集めた総合ケアセンターを併設した医療施設のプランでした。この提案に対し、台湾から22億2000万円の支援が決定しました。沼田地区の山林を切り開き、敷地を造成し、遠くに海を望む丘の上に病院は建設されることになりました。こうして2014年5月14日病院建設に着工しました。被災以来、有形無形のさまざまな支援が病院に寄せられました。海の向こうで、全国各地で、南三陸町に思いを寄せてくださった多くの方々の温かいお志、そして厳しい環境の中で建設に携わってくださった人々の汗が、新しい南三陸病院を作り上げました。エントランスは光が降り注ぐ広々とした空間です。病院へ、また総合ケアセンターへと、このホールからアクセスします。南三陸病院の1階には10科の外来診療科があります。画像診断、生理・検体検査、内視鏡などの検査室は動線に沿って配置されています。また救急診療室と一般撮影、 CT など画像診断部門を直結したことで、迅速な診断・処置を可能にしました。動線やゾーニングは感染対策や緊急時の移動に配慮されています。安全かつ機能的にスタッフや患者が行き来できる広い廊下、レクリエーションを行える広々とした談話室、緊急時・災害時に避難者支援やトリアージ、救命救急に敷地内全体で対応できる空間を確保しました。一般病棟は急性期治療空間としての稼働を高めるため、多焦室をフレキシブルに個室転用できるフラットな空間となっています。療養型病床、一般病床合わせて26床の個室が備えられています。災害時に備え、電気、灯油、LP ガス、木質ペレット、太陽光など多様な熱源を採用し、非常用発電機の容量も十分に確保しました。おかげさまで素晴らしい先進的な施設を完成することができました。医療と保健福祉の機能が一体化し、地域住民の皆さんの利便性がより高まると思います。在宅医療のニーズが高まる時代に対応し、この場所を拠点に地域医療と保健福祉の充実にスタッフ一丸となって取り組んでまいりたいと思います。海を越えた友情と被災地を思う日本全国世界の人々の思い、そして過酷な被災状況の中で命と健康を守り続けた医療・福祉・
行政のエキスパートたちの力が一つになり、時代に先駆ける新しい医療と福祉の拠点が完成しました。復興に向けて変わりゆく南三陸町、その未来を築いていく南三陸町民の心身の健康と命を、南三陸病院と総合ケアセンター南三陸は、青い海を望む高台で守り続けていきます。